はいどうも皆さん、こんにちは。この挨拶の元ネタがトムさんだということを知らなかった人は高評価。彼はシーズン2が始まってから一瞬だけトムバースから戻ってきていたんですが、また1ヶ月ほど失踪しているため、この挨拶は僕は完全に引き継いで2代目トムを襲名しようと思います。ちなみに僕は10代目フォートナイト解説員も兼任しています。そんなわけでいつも通りやっていくんですが、まず今日のショップには J バルビンの新スキン、インフェルノスケルトンバルビンとセットのジャムトラックが新発売されています。というか最近はロビーミュージックが全然販売されなくなりましたよね。それと以前ジャムトラックをロビーミュージックとして使える機能が実装されると言われていたんですが、あれはもう来たんでしょうか。僕は何年もロビーミュージックをオフにしているし、ロッカーで開くこともないので全くわかりません。あと今日の再販が確定していたジャンキーも来ていたり、この画像にある通り恐竜系のスキンが174日から144日ぶりに再販されていて、なぜか秋スキンのはずのオータムクイーンが199日ぶりに再販されています。そんなわけでショップでアイテムを購入する際は忘れずにクリエイタースポート SHPO もよろしくお願いします。特に今日はこのインフェルノスケルトンバルビンがめちゃくちゃかっこいいのでおすすめです。で現在ショップ関係のバグがいくつかあって、最もレアじゃないスキンと言われているウィークエンドのセットである XO キーという楽器が本来よりも 200Bbucks 高く販売されています。これは購入者には来週の初め頃にその差額が返金されるとのことです。ちなみにバンドルの方の値段は正しく計算されているらしいので、返品の対象者は単品で楽器を買った人だけです。さらに昨日から販売されているこのパックなんですが、なんと Bbucks がもらえるクエストがリストから消えて進行しないバグが発生しているみたいです。これは後日修正されると思います。ただもらえるはずの Bbucks がもらえないとかになると、ワンチャン返金騒動が発生し詫びがもらえたりするかもしれません。ただ最近のエピックの詫びは過去にもらえたアイテムの追加スタイルの名前を変えただけの手抜きの模造品がもらえたりするので、詫びをもらったところでって感じではありますよね。で次はなんともう恒例になっている今後ほぼ登場確定スキンのコンセプトアート集が今回流出しました。まあ流出というか厳密にはエピックが一部のプレイヤーにこのスキンは欲しいですかみたいな感じで極秘のアンケートを行った際の画像になっているため、セルフ開示とか公式リークと言われています。そうなくて今回は35種類判明したので、現状の人気順に紹介していこうと思います。ちなみにこの人気度は海外サイトでそれぞれのコンセプトに投票されていたレビューの数で決まっています。まず第1位がこの鬼のスキン。なんか別ゲーとか VTuber でこういう女キャラはよく見かけがちですよね。で2位もなんと鬼っぽい見た目プラスギャルみたいな可愛いスキン。3位はバトルパスのネタ枠になりそうな犬とパンが合体したスキン。頭にバターが乗ってるのが可愛いです。4位は二股の尻尾を持っている忍者っぽい猫のスキン。5位も鬼と昔のヤンキー女性みたいな見た目の結構可愛いスキン。6位はヤタガラスのスキンとなっています。ちなみにヤタガラスって足が3本あるんですが、これは普通の足が2本と首にネックレスとして3本目の足があります。7位は何ともいないスキンで、8位は和風のタヌキっぽいスキン。9位も和風な猫のスキンで、10位がまた鬼がモチーフのスキンです。11位も和風なカエルモチーフのスキン。ちなみに昨日昼寝をしていたら口にカエルが入ってくる夢を見ました。マジでキモかったです。そして12位、これもどことなく鳥とかカラスっぽい見た目です。で13位がめちゃくちゃ強キャラ感のある侍と魚が合体しているスキンで、14位、これはめちゃくちゃいいですよね。そして15位はまた鬼のスキン。16位も和風のスキンとなっていて、肩には何かのマークがついています。17位はロボットの女スキンで、18位はまた和風な忍者のスキン。19位は今まであるようでなかったお猿さんのスキン。20位はなんか和風というかアジアンテイストなスキンです。で21位はまた鬼がついている侍のスキンですね。22位はこれまたちょっとおしゃれな侍で、23位は普通の冬スキンという感じ。24位もめちゃくちゃ可愛い女スキンなんですが、なんと服には鬼がプリントされています。25位は下半身だけ獣という一部の人にとっては大興奮のスキン。26位は鬼そのもので、しかも微妙にキモいです。で27位はダミーというスキンのトゥーンバージョン。28位はフィッシュスティックの新スキン。29位はまた和風のスキンで、30位は鬼というかドクロのついているスキン。31位はなんとサイレンの新スキンで、32位はまた鬼そのもので、なんかバトルパスのネタ枠になりそうです。で33位は渋い感じの冬スキン。34位は徐々に出てきそうなスキンで、最後35位はなんか絶妙にキモい人形のスキンです。そんなわけで新たに判明したスキンを35個全部紹介したんですが、次はこの中からかなり意味深なスキンとか今後のシーズンとかについても分かったので話していくんですが、まず見た感じ明らかに和風のスキンとか鬼のスキンが多かったですよね。でこれによってかつて和風、そして日本がテーマだったチャプター4シーズン2メガみたいなシーズンが再来するんじゃないかと予想できます。最近はレースモードでネオンラッシュというメガシティ風のシーズンが来たりとか、チャプター4シーズン2みたいな要素が復活する伏線はありますよね。でメガのシーズンが復活する理由というのはメタ的な観点からもう一個あるんですが、それがチャプター4シーズン2はクソだったということです。海外ではトレーラーや新ロケーションの雰囲気は100点、ただゲーム性はチャプター4シーズン1から全然変わってなくてすぐに飽きたという意見が当時は多かったんですよ。さらにコラボ武器のくせにずっと登場していた立
体起動装置も批判が殺到していました。で、メカと同じくクソだった地獄のシーズンことチャプター3シーズン3が今年の夏にリメイクされるんじゃないかという話が以前から話題になっていて、このシーズンも雰囲気は良かったんですが、ゲーム性は前のシーズンから全然変わってないということでクソ判定されています。そんなわけでエピックはもしかしたら過去に失敗したシーズンのリメイクをやろうとしているのかもしれません。これだったらシーズンのネタの再利用ができるし、もともと雰囲気は良かったみたいな意見も多いため、そこにゲーム性をちゃんと足せば神シーズンになるわけです。というわけで今後また日本や和風がテーマになったシーズンが来る可能性はめちゃくちゃ高いと思います。ちなみにこういうコンスプラートで今シーズンに登場しているギリシャ神話の神スキンが一斉に判明したことがあって、その時点でもう今みたいなシーズンが来ることは予想されていたので、この和風シーズンがまた来ることはほぼ確定だと思います。次はスキンについて話していくんですが、まず今回は鬼が多いということで、フォトナス界に存在しているドリフト率いるフォックスクランと対立している鬼の一族について次の和風シーズンでは深掘りされるかもしれません。あとこのスキンはめっちゃキモくて強キャラっぽいんですが、さっき話したメガのシーズンで登場した水木に色合いとか雰囲気がかなり似ていることで、これは水木が率いるリバーガードに所属しているスキンかもしれません。ちなみにメガのシーズンでは多くのシンジケイトが登場したんですが、全部いまいち影が薄かったです。その理由はワンタイムもなかったし、ストーリーもクエストや NPC の会話変化で徐々に判明していたので、なんか IO とかセブンみたいな感じのインパクトが全くありませんでした。次はこのフィッシュスティックのスキンが実はただの新スキンじゃなくて、チャプター1シーズン6で初登場した DJ ヨンターとの合体スキンなんじゃないかという説があります。まあ今年中にシーズン OG が帰ってくるので、その際に販売されるリミックススキンになりそうです。そんなわけで和風シーズンが楽しみな人は高評価。最後にこういった情報をいくつか話していくんですが、まず最新アップデでレアのスナイパーライフルがオリンポスチェストあるいはアンダーワールドチェストから出現するようになっていたんですが、実はこれバグだったらしく今日出現しなくなったみたいです。まあ最近はスナイパーがすごい弱体化されたりとか、明らかにエピックがスナイパーを嫌っています。次は次回のアップデでレゴモードに動物関係の大型アップデが来るかもしれません。なんとこの数日間でゲーム内ファイルに動物に関する会話変化みたいな文字列が大量に追加されていたり、動物をテーマできるアニマルクッキーのデータも最新アップデで追加されています。ただそんなレゴモードなんですけど、最近はやってる人はいるんでしょうか。次はこれまた最近ゲーム開始時に虚無がもらえることがあるらしいんですが、実はこれロケットリーグの方で獲得したサンドストームというブーストがフォトナに反映されているものの、まだデータがないから虚無が表示されているみたいです。でこのブーストをもらえた人は次のアップデ以降にフォトナでも使えるようになるらしいんですが、そもそもこれの入手条件は僕は分かりません。ロケリープレイヤーの人はぜひコメント欄で教えてください。最後に以前も紹介したんですが、今後第2弾コラボが来ると言われている呪術廻戦の本誌って毎週のようにニセリークが流行っているんですよ。で今週話題になったニセリークがこれで、なんと虎杖の術式が建築をしているというものです。まあさすがにこれに騙されてる人はいなかったんですが、なんか呪術廻戦のニセリークってコラボをした影響かフォトナ要素が含まれていることが多いんですよ。ちなみにこのニセリークの漫画を描いた人はこんな感じで虎杖がスクナの術式を使っているニセリークも投稿していて、これはめちゃくちゃ釣れていました。ただ日本語がガバガバで、ここで日本人はニセリークと気づいていました。なんと呪いの王の振り仮名が覚醒王になっています。